ハンフリー・レプトンハンフリー・レプトンは、ランスロット・ブラウンの次の世代に属する英国の代表的造園家。なお、風景式庭園という言葉は、彼の草案である。もともとは、地方の単なるジェントルマンだったのが、貿易事業に失敗するという経済的なつまずきから、田舎に引きこもって農業を始めるが、またまた失敗する。この農業経験から自身は、 植物や造園について知識を得て造園業に方向転換することとなったがたちまち成功を収める。庭園デザイナーに転校したのは39歳の時である。成功した理由としてよく挙げられているのが庭園改造の際に水彩画が得意なところを活かして完成前と完成後の風景画を施主に示す手法を用いて渡したというもので 赤い革拍子で冊子にしていることから、レッドブックと呼ばれている。レプトンが作ったとされる、このレッドブックは現存しているのもあるが、実際には400冊に及ぶと言われている。このようにして、変化を視覚的に詩集を入れを、直接的に表現したのである。こうして、彼の手がけた公園や庭園の数は、およそ200に上るとされているが、基本的には回収のものが多い。 特にランスロット・ブラウンの手掛けた庭園を多く改修していることが知られている。庭園デザインとしては、風景式手法を踏襲しながら、同時代のプライスやナイトの野生や、素法の賛美に対して批判的で、建物付近には、ブラウン時代には排除の傾向を見せた花壇など、幾何学部分を復活させて、変化に富む庭園に仕上げることに努めた。 このような19世紀を先取りする彼の総意は、建築物周囲の写実的とも、絵画的とも異なる庭園の扱いにあり、花壇やテラスを設けたほか、後にはそこにバラ棚やトリコや塔といったビクトリア朝のモティーフも加えた、成形庭園を展開した。また当時の文化思想に影響され、広大な空間をデザインすることは創造性の欠如を意味している。 偉大なデザインなどあるはずもなく、デザインとは人を欺くことに過ぎない。自然のプロセスだけが偉大な景観を作れるのである、と考えていた。彼はまた建物自体の設計にもある、程度関与しており、この点では、息子のジョン・アディア・ジョージに多くを追っている。農村地などで、レジデンスの増加築や、ジョン・ナッシュ親子と、共同してからは、建築作品も手がけている。 1790年、ウィリアム・ケントが手掛けたコブリーンホールを改修。1806年、ウォーバーン修道院を、1812年から1817年にかけては、ノーフォークのジェリンガムホールを手掛けている。ありがとうございます。